関東の町並み関東市は、ベトナム南部のメコンデルタ最大の都市であり、省と同格の中央直轄市である。年間を通して温暖な気候で、平均気温は約27度。運河に囲まれ、緑豊かな果樹園が豊富で、別名、川の都と呼ばれている。食文化が豊富で、特にフルーツの種類が多く新鮮なものが安く手に入る。 地元の人々の温かい人柄や、個性豊かな文化も、訪れる人々を魅了している。主な民族は金族、金属、ホア族、クメール族。ホーチミン市の西約160キロメートルに位置し、メコン川最大の支流である、ハウザンの南西岸にある、熱帯モンスーン気候に属し、ウッキと寒気を有する。年間平均湿度は83%。 年間平均降水量は1635ミリ。年間平均気温は摂氏27度。隣接するのは安山省、ハウ山省、キエン山省、ビンドン省、ドンタップ省。人気へ行くと海ランクの間に流れる関東側は農村部と都市部を結ぶ水運の中心となっており、関東側がハウ山に流れ込む周辺が市の中心となっている。 関東側の上流は、田園やジャングルが広がり、水路が縦横に広がっている。プリー・ケイリー・シーは、クメール王朝の一部であった。現在でも関東には、多くのクメール人が住んでいる。行政的な意味での関東は、2004年初頭に、従前の関東省から、ハウザン省が分離されて成立した、昇級の中央直轄市である。市内は、ごく4県に分かれる。 メコンデルタは、ベトナムの国葬と呼ばれ、米の全国生産量の50%以上を産出する。120年前から発展を続けてきた関東は、メコンデルタで最も重要な経済、文化、科学及び技術の中心地である。空港、加工及び2カ所の工業団地があり、インフラストラクチャーが安定しているため、外国からの投資拡大が期待されている。 高等教育機関として総合大学である関東大学がある。農学部とデルタベイ作研究所が有名。農学部の学者は日本の政府開発援助で建設された。関東大学以外他に4大学がある。日本語センターについては5校と個人事業主数人で行っている。関東橋関東の水上市場関東は 農村地帯へのグリーンツアーで有名な観光地であり、ホーチミン市などから1泊から2泊程度のツアーが多く、再行されている。また、個人で行く場合もホーチミン市から関東までは、陸路で所要時間約3時間。道は舗装されており、長距離バスの本数も多い。海ランクや本里園圏の関東側では、早朝から大規模な水上マーケットが開かれており、 これらの水上マーケットへは関東にある人気エウフ島からのツアーに参加できる。ホテルやインフォメーションセンターでもいくつかのツアーを案内している。農家の方々が地域の農作物や多様な果物や野菜を商人たちへ販売されている光景は他の国では見られない地元の水上市場の姿で文化遺産にも登録されている。 観光客向けの朝食や果物を一つから販売する人々もいる。近年、交通網の整備、後継者不足等で船の数が減少している。また、田園、ジャングルに囲まれた農村地帯の水路を巡るボートツアーも多く、再行されている。農村地帯では、は水池や果樹園を備えた庭園が旅行客の休憩所となっており、 特産品の分丹竜眼パラミツマンゴーランブータン、シャカトウ、ドラゴンフルーツミカンドリアン、ジャックフルーツなどの果物類が楽しめる。ライスペーパー作りや、有名なフーティーピザを食べたり、ワニ用食場などが見学できる場所もある。地球の歩き方にも掲載されている、ミーガンツーリストビレッジでは、犬や豚のレース、ワニ釣り体験、サスケ体験、花畑での写真撮影などが楽しめる。 関東側沿い大きなホーチミ民像が立つ人気栄公園付近には観光客向けの市場、レストラン、寺などが集中しており、小規模ながら夜市も毎日開かれている。曲線が美しい歩行者専用の橋、木々に囲まれた公園、人気のサウホームレストランもあり、夕方から夜にかけて涼しくなった頃から多くの人々で賑わう。人気栄公園、 関東側がハウザンに交流する周辺では安価なナイトクルーズ船が毎晩出港しており、料理や酒とともに火曜ショーなどが楽しめる。予約はホームページまたは電話で受け付けている。また岸から船で数十分いたハウザン沿いの水路にはホタルの観賞スポットがある。その他、数多くの果樹園、オンデ冷ツーリストビレッジ、カカオを生産している観光農園。 ムオイクン、コンソン島、メコンラスティック、フランス映画、愛人の舞台ともなったビントゥイの旧暇偉大な詩人でもあり、市長でもあったブイフーギア市の記念公園、南部チュクラム全州動員、関東博物館など、実は、水上マーケットではない見どころが満載。関東には2021年1月現在、約170の宿泊施設があり、5つ星ホテルが3つ、その他、 4つ星ホテルのビクトリアホテルなどのリゾートホテル、市内のブティックホテル、ゲストハウス、郊外のホームステイ、メコンデルタの水田屋の地と一体化したエコリゾート等、宿泊施設のタイプも多くある。年間、数多くの観光イベントを実施しており、旧暦正月の手との時期には、フラワーストリートを1週間ほど開催し、海覧水上マーケットの祭典、フォークケーキフェスティバル、 日越経済文化交流フェスティバルなど町はとても賑やか。1969年から関東大学農学部への技術協力と無償資金協力。在下はじめ、東大、京大等多数の協力がある。ジェトロ、水補総合研究所等多数の調査が行われている。2018年11月3日、関東市で、 日系企業向けの越日友好工業団地の竣工式が行われた。すでに日系企業2社が建設した生物肥料工場とハイテク建築資材工場のに工場が入っている。2019年3月15日、東京都品川区でベトナム関東市のジャパンデスク関東東京事務所の開所式が開催された。ありがとうございます。